町合所、源流の里町合、品の川上駅は、長野県南作郡川上村大和座御所平にある、東日本旅客鉄道小海線の駅である。駅の標高は1138メートルで、JR の駅の中で4番目の高さである。貨物の取扱いを行っていた頃は、高原野菜の出荷を行っていた。島式ホーム1面2線の地上駅。ホームの幅は、非常に、 狭く、上屋が設置されていなかったが、地元の要望で川上村が、建設費を負担して、源流の里町合と称する上屋を建設し、2010年7月12日から、使用開始した。柱や梁に、村徳さんの唐松修正材を利用している。駅舎とホームは、校内踏切で連絡している。簡易委託駅である。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は91人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。JR 東日本の大人の休日クラブ、長野県高原列車編編のロケ地であり、CM 及びポスターの撮影をこの品の川上駅で行った。駅窓口には吉永さゆりと駅職員とのスナップ写真やサインが展示されている。臨時快速。 ハイレール1375の隣の停車駅についてはハイレール1375参照のこと。当駅の両隣の駅は隣の南木村に所属している。注釈出店。ありがとうございます。